ワールドプレミアムボクシング6ザ・リーグ WBC 世界バンタム級タイトルマッチ12ラウンドを行います。赤コーナー25戦23勝2敗23勝のうち7勝がノックアウト、公式計量117パウンド2分の1、新生児の所属、2005年4月この日本武道館で伝説的王者を攻略し、この試合が早6度目の防衛戦、すでに4つの大陸からの挑戦者を退けてきた WBC 世界バンタム級チャンピオン、長谷川ホズミ。KO 防衛で本場アメリカ進出のチケットを手にできるか、チャンピオン長谷川ホズミ。そして5つ目の大陸からの挑戦者が青コーナー、17戦15勝2敗15勝のうち10勝がノックアウト、公式計量117パウンド4分の3、ウルグアイサルトー出身、 WBC 世界バンタム級第7位クリスチャン・エル・テリプレ・ファシオ。ウルグアイ史上初の世界チャンピオン誕生なるか、25歳初挑戦のクリスチャン・ファシオ。WBC 世界バンタム級タイトルマッチ12回戦、世界ボクシング評議会はジャッジによる採点を4ラウンドごとに公開します。採点を行う3人のジャッジは全てアメリカ人、クレブス、デルカ、ブレアの3人です。そしてレフェリーはアメリカのベテラン、トビー・ギブソン60歳。 WBC ルールです。フリーノックダウンルール、1ラウンドに何度ダウンしてもレフェリーがストップしない限り試合は続行です。偶然のバッティングによる負傷で試合続行不可能になった場合、4ラウンドまでならドローで王者防衛、5ラウンド以降はそのラウンドも含めた採点による判定です。使用するグローブは日本製の8オンス。放送席は元世界チャンピオンのお二人、ファイティング原田さんと飯田聡さんです。よろしくお願いします。目標である海外でのビッグマッチ実現のために、自分が納得する戦いがしたいというチャンピオン、相手の出方に合わせる今のスタイルではなく、自分から仕掛けて倒しにリアルなファイトを見てほしいとチャンピオンの長谷川は言っていました。パワーに勝る挑戦者との戦い、リスク確保の KO 狙いです。長谷川の左ストレート、そして右フックにご注目ください。WBC 世界バンタム級タイトルマッチ12回戦、チャンピオン長谷川穂積6度目の防衛戦のゴングが鳴りました。黒いトランクス、赤いボクシングローブをつけているのがチャンピオンの長谷川、青いボクシングローブをつけているのが WBC バンタム級7位にランクされていますウルグアイのクリスチャン・ファッシオ、世界初挑戦です。日本対ウルグアイという世界戦は史上初めてです。東京オリンピックの準決勝、桜井孝雄さん、ロドリゲス戦以来、日本、ウルグアイ44年ぶりということです。ファイティング原田さん、はい、今日の6度目の長谷川の防衛戦、注目ポイントは何でしょうか。そうですね、非常にですね、橋をですね、前に当たると入ってきますからね、はい、左のボディーも非常にですね、チャンピオン長谷川君はカウンターうまいですからね、はい、おっと右に伸ばしていったその時ですね、長谷川君はね、右のジャブを打つか来た時にですね、はい、身が下がるんですよね、あれが怖いんですよね。で、橋はですね、非常に後手ストレートか左フックが来るのこれ気をつければいいと思いますね。なるほど、ファッションの今左フック大きく振っていきましたがバランスを崩しました。飯田さんはどのようにご覧になりますか。そうですね、右に伸ばしていったファッション、まあ、6度目の防衛、まあ、若干の、まあ、精神的な緊張なりいろいろプレッシャーはあると思うんですけども、まあ、精神的にはその落ち着いてるっていうのはあると思いますね、チャンピオンの方は。そうですか、青と左のストレート前に出てプレッシャーをかけていくチャンピオンの長谷川です。今もこうですね、肩をこう揺らして、はい、息を取っていくと今のチャンピオン、右フック打ったんですけど、はい、これポイントになるパンチになるかもしれないですね。右フックですか、はい、ファッシオが、左のガード下がる時があるんですよね。なるほど、チャンピオンの長谷川はスピードとキレ、おっと相手の動きを読み切る勘の良さです。一方の挑戦者ファッシオはパワーとパンチの重さ、ウルグアイ初の世界王者を目指し、ファイティング原田さん、一発を狙ってくる可能性ありますもんね。そうですね、だからそれだけのですねチャンスもあるんですよね、はい、カウンターが当たりますからね、やはり回に当たれば倒れると思うんですよね。サウスポーの長谷川にとりましては右のオーソドックス、ファッションに対しては左のストレート、そして右のフックが当たりやすいという利点があります。第1ラウンド残り40秒になります。
飯田さん、はい、長谷川選手が第1ラウンドからスロースターターなんですが積極的に前に出ていますね。そうですね、できます。今みたいなこうスピードのパンチを出していますね、はい、すごくいいことですね。相手を追い詰めていきます。ボディを狙っていったファッシャ、15勝のうち10 KO というハードパンチャーのファッシオです。まあ、パンチ力ではファッシオあるんですけど、まだ、左を伸ばすって言ってはないですね、はい、まだ長谷川もそれほど距離に入れているわけではないようですね。そうですね、まあ、チャンピオンのスピードがこれだけ速いので、はい、挑戦者の方も、どこでどうパンチを出していくかというところですね。第1ラウンド前に出続けたチャンピオンの長谷川です。第1ラウンドが終了しましたが、ファイティング原田さん、はい、南米の選手原田さんも対戦経験がありますが、はい、どのような印象がありますか？そうですね、非常にもっと浮くと思ったんですけどね、うん、ちょっと見てるんですね。そんな感じはしましたね。そうですね、それともこれからやっぱり関与してどうですかね、はい、非常に長谷川のチャンピオンをねよく見てますからね、来れば来るでカウンターがいいんじゃないですかね、はい、これから第2ラウンドです。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチは第2ラウンドに入りました。お互い頭、バッティングに注意しろというレフェリーからの注意がありました。青いボクシングローブの挑戦者のクリスチャン・ファッシオ、まあ、ウルグアイといいますと今右を伸ばしました。サッカーでは強豪ですが、アマチュアボクシングもなかなか盛んと聞きました。しかしまだウルグアイからは世界チャンピオンが出ていません。このファッシオにウルグアイ初の世界チャンピオン、この期待がかかっています。まあ、飯田さん、南米といいますとはい、ベネズエラ、コロンビア、アルゼンチン、この辺りが3強だと思うんですけれども、はい、どうですかこのファッシオをご覧になって。やっぱりそのファイターですよね、南米、中南米の、力強く一発一発打ってくるタイプだと思いますね。さあリングの中央です。ファッシオの内終わりにこの長谷川がパンチを集めていくところです。チャンピオンもこの2ラウンド目から前に出てってますね。あ、そうですか。多分1ラウンドで、当てる感覚分かったんじゃないですかね。おお、なるほど。頭をつけていきますクリスチャン・ファッシオ。さあ、はい、チャンピオンの長谷川千代なんですが、まず戻ってきた時に山下トレーナーがどんな感じだと聞いた時に、向きに打ちすぎていると長谷川選手が答えました。で、山下トレーナーからは強く打たなくていいから力まずスピードという指示が出ています。うん、やはり飯田さん、力みすぎますとパンチも大振りになりますし、体重も乗らないということありますからね。そうですね。左のボディ、そして右を伸ばしていきましたクリスチャン・ファッシオ。鈴木さん、はい、そのファッシオ陣営ですね。おお、ガンロック、左のガンロック、そして落巻き落ちました挑戦者のファッシオ。ちょっと目が泳いでいますファッシオ、いきなりガンロックのカウンター、切り味鋭い左フック。この後の辺が追い込みですね、チャンピオン追い込みですからね。さあ第2ラウンドまで残り1分があります。さあ KO 防衛なるか、3年2ヶ月ぶりの KO 防衛なるか、チャンピオン追い詰めていく。左の打ち下ろし、いや打ち終わり、挑戦者の打ち終わりをそのままかぶせていったって感じですね、はい、左のストレート、左から右、左右左、さあ連打、ちょっとチャレンジャーがひるんでいます。ストレート早いですよね、はい、さあ2ラウンドの KO はあるか、マインディリックスタイリングしたいと話していた。さファイティング原田さん、はい、素晴らしいチャンピオンのラッシュでした。そうですね、出てくるハシ君がねよく見てますから、はい、チャンピオンの眼球よくしてますね、来るとこのカウンターがですね非常にいいカウンターがありましたんでね、はい、まあ、そういうところ相手が見てると思います。飯田聡さん、いかがご覧になりましたか。いや本当最初のダウンしたパンチファッションの方はこう見えなかったぐらいじゃないですかね。本当にもう膝から落ちてきましたね。見事な KO 防衛、6度目の防衛を果たしました長谷川穂積です。 WBC 世界バンタム級チャンピオン長谷川穂積、日本のエース長谷川穂積、6度目の防衛戦はなんと2ラウンドで決着をつけました。息一つ乱れていません、冷静な表情の長谷川穂積。
この試合長谷川は自分から倒しに行くボクシングをしたいそう話していました。ハイディン・ガラトさん、はい、見事にそのボクシングを貫き通しましたね。そうですね、相手の挑戦者はやっぱり来よう来ようという気持ちですからね、それがうまくですねチャンピオン長谷川君がですねカウントを狙ってましたのでね、良、はい、かったと思いますね。まあ自分の本当の前に切れなかったら良かったですね、長谷川良かったですね。あ、そして長男のひろと君5歳を抱き上げました。最高ですね、いつもは、ね、あ、そして奥さんの安子さんともうすぐ3歳になりますほのちゃんです。いつもよく画面をカットしてしまう、そして子供に泣かれる長谷川チャンピオンですが、今日は傷一つなく、息一つ乱れることなく長男のひろと君を抱き上げることができました。飯田さん、はい、長谷川穂積はここ3試合連続の判定防衛、ちょっと内容に不満を持っていた、今日は気持ちのいい試合だったでしょうね。そうですね、本当1ラウンドでちょっと力んでるかなっていうところをすぐ、アジャストして、もう2ラウンドもまさにもうスピードで倒したっていう感じですからね、本当にいいところだけ出て、悪いところ何も出さず、相手もパンチャーだったんでそれだけは心配だったんですけれども、はい、まさにもうスピード勝ちですね。この2ラウンドの KO 勝ちというのは長谷川穂積は2001年に1ラウンドの KO 勝ちというのがあります。そして2ラウンドというのは過去2回ありますのでこれで3度目になりますが、ファイティングランドさん、はい、世界タイトルマッチでの2ラウンドというのはこれはもう素晴らしいですね。最高ですね、世界チャンピオンは本当に強さですよ、本当に挑戦ですからね、はい、その倒すんですから、非常にやっぱり世界チャンピオンらしい世界チャンピオンですね、はい、素晴らしいですよ。挑戦者のファッションとしてもウルグアイでの貧しい生活からボクシングの世界チャンピオンになることによって人生を変えたいとそういう話をしていたんですが、飯田さん、はい、ちょっとこの名チャンピオン長谷川の前ではなすすべなしというところでしたね。そうですね、せっかくのパンチ力も出すところなかったですね、さあご覧いただきましょう。最初のダウンシーンです。見事な左でした。これはいいタイミングでしたね。そういう気温の文字ですかね、ちょうど来るところのチャンピオンですかね、はい、だからカウンターのパンチですかね、これ効きますよね、このカウンターのパンチ、相手の力を利用して打ち込むパンチですが、そうですね、こちらのウルトラスーパースロー、はい、普通の300倍の超高感度スロー VTR、 いわゆる飯田さん、はい、世界チャンピオンしか見ることができない、見えない、これがリアルワールドをご覧いただいているわけですね。ですね、いやちょうど背中になってて見えなかったんでファッションが右を打った後左をかぶせていったのかなと思ったんですけど、はい、その先に行ってますね、見事ですね。そして今のがストップのシーンです。ファイティングなどが今までの長谷川と言いますと、ここでもう一歩詰めるわというところで見てしまうようなところもあったんですね。そうですね、この辺がやっぱりですねチャンピオンのねつぼみ、追い詰みですね、はい、このところとかやっぱり違いますね、当たってから攻防ですからすごいその追い込みがありますからね。さあそれでは長谷川チャンピオンのインタビューです。鮮やかなノックアウト防衛チャンピオン長谷川穂積選手です。いや素晴らしいノックアウト、おめでとうございます。ありがとうございます。第2ラウンドまず左からだったと思うんですが、そうですね、第1ラウンドはいつも通りちょっと様子見ていて、第2ラウンドもう少しプレッシャーと手を出していこうかなって、思ってたところにいいタイミングのパンチが入ったんで、ダウン取れてよかったです。手応えいかがでした？そうですね、一応狙ってたんでそれが結構ドンピシャで入ったんで、手応えはありました。その後最後のノックアウト TKO のシーンも鮮やかなその連打でね、そうですね、ちょっと詰め方が雑やったんですけど、一応ちょっとまとめてみようかなと思って、はいはい、ただ長谷川さんにとって世界戦では最も早い2ラウンド KO 防衛、これいかがですか？いや、それはたまたま運が良かっただけで、はい、そんな別に狙ったわけでもないですし、はい、ただそのリアルなファイトをぜひ見ていただきたいというその試合だったと思いますが、ご自身の満足度は？そうですね、やっぱ2ラウンドなんでほとんど何もあんまり見せることなく終わったんですけど、でも、はい、結果は良かったんで良かったです。いやスピーディーなパンチというか最後のラッシュ、もうファンの皆さんも大満足だと思いますが、満足していただけるんだったらありがたいですし、もうちょっと自分はやりたかったのもあります、はい、この拍手お聞きになって、いや本当にありがたい、嬉しいです。さあこうなりますと長谷川さん、次へさらにという期待高まる一方ですが、皆さんに一言お願いします。
そうですね、まあ、今回怪我、メス久々に怪我なく終わったんで、まあ、できるだけ短いスパンで試合ができるならしたいですし、まあ、試合できなくても練習は再開して、まあ、次もっと、強くなってまたもう一回試合したいと思うんで、またよかったら応援お願いします。また素晴らしい試合期待します。はい、ありがとうございました。鮮やかな KO 防衛、長谷川穂積チャンピオンでした。長谷川はこれで4回戦時代の最後の敗戦から21連勝。この安子夫人と結婚してからこの長谷川のチャンピオンロードが始まりました。さあ、この後は長谷川選手に放送席に来ていただいて試合を振り返します。ではもう一度 KO シーンご覧ください。